まだ小選のところで2年以上経ちになりましたが、代表の方の受け止めをお願いします。はい、このコロナ禍の中、ご投票をいただいた貝塚市民の皆さん、岸和田市民の皆さんに感謝を申し上げます。また維新の会の候補者、酒井亮さん、貝塚市長に酒井亮さんが当選することができました。そして岸和田には市長には長野さんが当選することができました。本当に応援していただいた皆さんに感謝を申し上げます。やはりこれは期待の裏返しはやはり責任だと思っていますので、ここでしっかりと兜の尾を締めて、気を引き締めて、それぞれの市政の改革を、住民サービスの拡充、行政改革、さまざま貝塚市、岸和田市それぞれに課題があると思います。これについては酒井新市長、そして長野市長においてですね、まずは自分の身を切り改革を徹底的にやって、政治家自身がぬるま湯に浸かるということは絶対にやめて、その上でそれぞれの町を良くしてもらいたいと思います。貝塚の市長選の方に関して言うと、相手候補の方に、自民党の閣僚経験者であったりとか、立憲民主党の国会議員であったりとか、現職の市長がついて、かなり苦戦が強いられるかなという予想がされたと思いますが、改めて勝因の方は何になったのでしょうか。貝塚市長選挙、特に厳しい選挙 だったと思います。とりわけ、大阪でしか見られない現象なんですけれども、維新以外、維新対それ以外、なぜか自民党と立憲がくっつくという意味不明な、全国的に見れば意味不明な対立構造になる。だけども自民党と立憲民主党が組んでいるわけですから、非常に厳しい選挙になりますし、特に現職の市長も応援をされてたと、相手方候補を応援されてたので、非常に厳しい選挙戦でした。その中でも酒井さんがに投票いただいたということ、これはやはり重く受け止めたいと思いますので、酒井さん自身もこれは新市長として責任、強い責任を持って貝塚の姿勢、そして維新の改革、これを進めてもらいたいと思います。僕自身も酒井さんとタッグを組んで、この大阪をより良くするということにこれからも一生懸命頑張っていきたい、そう思います。それだけ厳しい選挙だったがゆえにですね、応援していただいた、また投票していただいた貝塚市民の皆さんに感謝申し上げますし、一生懸命その分頑張っていきたいと思います。他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それではここに取材終了いたします。